それでは玉森先生、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。こんにちは。ご紹介をいただきました危険人物の玉森です。私は日本の国はいい国だったという論文を書いたところ、当時麻生総理大臣と浜田防衛大臣から日本の国はいい国だったとは何事だと、政府見解ではろくな国ではないと言わなくても分からないのだということでクビになりました。これって本当おかしなことだと思います。自分の国を褒めて公職を追われる国ってどこにあるんですかと、世界中探しても日本以外にはないんです。でなぜ日本でこんなことが起きるのかというと、政治がおかしくなっているからだと思うんですね。本来国の政治は国家や国民の将来のために、また子供や孫の世代のためにできるだけいい国を残してやろうという志と情熱に燃えたものでなければいけないはずなんですけれども、日本の政治が自民党政権の末期にはですね、完全に問題を起こさないということがもう政治の目標になっているわけですよね。だからお前が正しいことなんか言うから問題が起きるから、いいんだ正しいことなんか言わなくてと、問題を起こさなくていいんだろうということになってしまうわけです。でもこれではこの厳しい国際社会の中において自分の国を守れない、日本国民が一生懸命貯めたお金や資産を守れないということになってしまうと思います。国際社会を見ればですね、まだまだ世界中の人たちがみんな豊かに暮らすことはできないんです。富や資源は限られているんです。この限られた富や資源、この軍取り合戦、これがもう国際政治の本質なんです。で、第二次大戦までは軍事力を直接使って戦争に訴えて富や資源を軍取りに行きました。軍事力の強い国は軍事力の弱い国を侵略をして、そしておい金出せと言って富や資源を分取ったわけです。しかし今はさすがにそういうことはできにくくなりました。1948年に国際連合で世界人権宣言というのが出たわけですよね。これは初めてですね、人間はみんな平等だと、有色人種も人間だということが初めて白人国家が建前上認めることになったわけです。したがって人間は平等だから、もう弱い者いじめはやめましょうというのが国際間の協定になったわけです。したがって軍事力で侵略をして富や資源を分取るということはできなくなりました。でその代わりとして戦後はですね、情報操作をするわけですよね。情報操作をする、嘘とかデマとか捏造の情報をいっぱい流す、自分の国に有利な国際システムを作る、自分の国に有利な条約を結ぶ、そうして一応相手の国も合意をさせて納得の上 で富や資源を分取るということが日常的に行われているわけです。で国際社会というのは、キリスト教が優勢な社会ですからですね、キリスト教ではよく言いますよね、信じる者は騙される。簡単に信じちゃいけないわけですよ。で例えば今日本の TPP なんかアメリカから仕掛けられてますよね。そうすると日本でもこれを担いで対中包囲網だとかいろいろこれを担ぐ人がいますけれどもですね、まあ3カ国が10カ国11カ国ぐらいなんですよね。でこの3カ国の中でアメリカと日本の GDP が 95% も占めるわけですよね。そうするとアメリカはオバマ大統領がもう国会でも演説しているようにですね、TPP によってアメリカ国民500万 この雇用を確保するんだと言ってるわけですよね。アメリカのものを売るようにするというわけですよね。じゃあどこに売るのか、3カ国の中で日本以外どこか売れる国があるのか、多分ないんではないかと思うんですよね。日本をターゲットにしていることは明らかではないのか。そしてアメリカがですね、アメリカが儲かるかどうかも分からないシステムにそんなに力を入れて一生懸命やるはずはないんですよね。アメリカはアメリカが儲かるシステムを作るために頑張っているんです。3カ国が皆公平に平等に競争できるというシステムを提案して、みんな平等に公平にやりましょうというシステムを提案しているか、そんなことは絶対ないと思いますね。国際社会って腹の上です、本当に。国際社会では
一国の大統領や総理大臣は自分の国のことだけ考えて行動し発言をします。そういった中でですね、日本の総理大臣だけが本当に完成された人格を持ってですね、自分の国のことだけではない世界のことを考えるわけです。だから鳩山由紀夫さんのように日本列島は日本国民だけのものではないということに立派な総理大臣が出るわけです。そんなことを言ったらですね、日本列島を中国人に触れてやると言ってるのと同じことですよ。それを言うんだったら、まず鳩山さんは音は御殿は鳩山家だけのものではないと言ってからにしたらいいと。まあでもあの人はもう選挙で負けるから代議士も辞めましたけどもですね、まあ辞めたけれども、まあ中国や韓国から諜報がられて向こうに行ってですね、今なお日本を貶める発言を繰り返してですね、まあ国賊みたいなもんですよね本当に。まああの人の唯一やったことでいいことはですね、ありますけども、それはですね、まあ東大を出てもあんなバカがいるってことを全然考えてない。まあこれがあの人の唯一の功績だということですけども、あとはもう功績ないんです。本当正義がやめてもらってよかったけども、もうこれ以上日本国民を貶めたり、日本の国に迷惑をかけたり、日本の国を外国に貢いだり、そういった方もやめてもらいたい。本当に私は心から思いますね。お願いしますと言いたいです。でその富と資源の分取り合戦が行われている国際社会で、今中国なんかが、あるいは韓国なんかが、日本に対してこの歴史認識の問題、南京大虐殺だ、嫌なんだということをしきりに今言ってくるわけですよね。で彼らはこれが真実でないことは十分分かってるんです、彼らはですね。向こうが作った嘘、捏造なんですから分かってるわけですよ。だけれども、これは外交交渉の手段として、こういうふうに言えば、日本が少しひるんで、金出すんではないかと思われてるから言うわけですよね。これ、効果がなくなれば彼らは使わないですよ。でも効果がありますよね。日本の国内に、この韓国や中国の意見を担いで、それで日本政府に、金出せと迫る日本人がいるからなんですよね。ですからこれに対してやっぱり戦うという姿勢を国が取らなければ、総理大臣が取らなければ、で各外務大臣も防衛大臣もですね、各大臣が戦う姿勢を取らなければなかなか戦えないんですよね。私は官公庁にいたからよくわかります。大臣が問題を起こすなというとですね、何かやろうとしたら必ず問題が起きるわけですよ。だから仕事できないんですね。だから偉くなるには何も仕事しない方がいいということになっちゃうんですよね。おかしいですよね、本当に。ですから大臣とかになる人はですね、国家国民の将来のために頑張ってくれと、何かやろうとすれば必ず摩擦が起きる、必ず問題が起きる。しかしそれでも君がこの国のため国民のために頑張った結果としてトラブルに巻き込まれたら、私が君を全力を持って守るから、上に立つ者はそう言わなければいけないんですよね。だけど俺が大臣である間は楽に暮らしたい、正しいことなんか言わんでいい、問題を起こさなければいいんだそれでということになるので、本当に国がどんどんダメになってしまいます。まさに日本はこの何十年かこの状態で来たわけですね。特にこのバブル崩壊以降ですね、冷戦終結以降、政治主導だということが叫ばれました。韓国のスパイ小沢一郎によってですね。で、これが結局政治主導と言われ出してからですね、日本の政治がどんどんダメになってきたと思います。政治主導とか言う前はですね、日本の政治はもう少しまともだったと思います。でも政治主導と言い出してですね、役人は悪いことをするということにしたわけですよね。役人の方はまだ政治家よりは少し志が高かったのではないかと私は思います。だから役人がA 案、B 案、C 案を作り、それぞれ評価をして、例えば B 案が一番いいと思いますということを大臣とかに提示をして、で大臣が、じゃあ B 案でいこうかと決めれば、それは立派な政治主導だと思うんですよね。だけど、A 案、B 案、C 案でどの案を取るか、これはその検討の段階から政治が決める、役には言われたことだけやればいいということになればですね、とても政治家がどれほど頭が良くてもですね、そんな細部に、通用することはできないですよね。だから日本の政治がだんだんダメになるわけですよね。
政治主導と言わなければまだ大丈夫だったと思います。で、あのみんなの党なんかも渡辺あの代表が潰れましたけれどもですね、もう出てこないと思いますけれども、あの官僚叩きをやりますよね。官僚叩きっていうのはですね、まさにこの日本を弱体化したいというアメリカや中国の意にかなってるわけですよね。だから官僚の悪いところばっかりこう取り上げるわけです。悪いところを取り上げればそれは大きな集団ですからありますよね、いっぱい。だからそれだけ見ればまあなんか悪いことをしてるということになるわけですけど、全体を見てくれということですよね。例えば今日本の国はまあみんな皆さん平和だと思ってると思います。でも日本でも殺人はいっぱいあるし、暴行もいっぱいあるし、強盗もいっぱいいるわけですよね。だけれどもそれでも皆さん日本は平和だと思ってます。で、殺人とか強盗とか暴行のその事件だけを取り上げれば、これはひどいことだということになってしまいますよね。だからそういう取り上げられ方をまあ役人もされているということですね。で、しかしそれがもう15年、20年と続くとですね、だんだん役人もやる気を失うわけですよね。何でも言ってくださいと言われたことだけやりますということになります。これでは日本の国がこの厳しい国際社会の中においてですね、国益を守っていくことはできないというふうに思います。ですから、役人の人たちにやる気を出してもらうということがですね、もう政治家がやる今最大の仕事だと思いますよね。会社でも同じですけどもね、社長がどれほど能力があってもですね、下に使えてる者が、じゃあ言われたことだけやりますということでは、なかなか会社の経営というのは大きな組織になればなるほどですね、うまくいかないというふうに思います。その所属人員がそれぞれが、よし、この会社のために、俺は人よりはいい仕事をしてやろう、頑張ってくれてこそ初めてですね、その組織の戦力が最大になると思いますけれどもですね、今そういう意味で戦後の日本はというか、この特にこの20年ぐらいの日本はですね、極めてこの役人の組織をですね、この最大限に力を使うということについてですね、非常にまずい状態にあるんではないかなというふうに私は思います。で、この歴史認識の問題、まさに今これ中国とか韓国あるいはアメリカからも攻められているわけですけども、これは第二次大戦後に作られた戦後秩序ですからですね、戦勝国にとってはアメリカにとってはですね、今の状態を日本が維持してくれることが最大の利益があるわけです。独立国家というのは自分の国を自分で守ることができなければいけないんです。これは独立国家の原則です。しかし日本は今なおアメリカに助けてもらわなければですね、自分の国を自分で守れないんですよ。自衛隊はアメリカの戦闘機を使っているんです。アメリカのミサイルシステムを使っています。アメリカの護衛艦を使っています。こういったものはですね、アメリカのこの乗用車を買ってきて使うのとは全くわけが違うんです。アメリカの乗用車はですね、アメリカから買ってきて、あと日本に持ってくればですね、別にアメリカの世話にならなくても日本で町工場で整備をして使いますよね。でも戦闘機とかミサイルシステムはそうはいかないんです。これは作ったアメリカがずっと継続的に技術支援をしてくれなければ動かないんです。戦力発揮できないんです。で、今暗号とか敵味方識別装置とかそういったものを GPS 経由でですね、このアメリカのものを今日本は使っているんですね。自衛隊の暗号も24時間ごとに変わります。で、昔のようにこのノートを広げてですね、絵の5番とか言ってあのそれを読むわけではないんですよ。このカセットみたいなものに何月何日よと書いてあって、それをそのはめ込んで引き抜けばですね、暗号とかがみんなセットされるんです。そしてしかしそれをやらなければですね、データ交換とかもできない、通信ができないんですよ。組織的な戦闘ができないということなんです。これはアメリカのものを使ってます。だからアメリカの戦闘機を使う、アメリカのミサイルシステムを使うからそうなるんですね。だこれを避けようとしたらですね、やっぱり主要な装備品の国産化を進めないとダメなんですよね。で、国産化ができて初めてですね、この暗号とか敵味方識別装置とかあのアメリカに頼らなくてもいいという状態になって初めて自立できるんですね。で、日本の政治家はなかなかあの意識してないんですけれども、国家の自立というのは軍の自立なんですね。軍が自立することなしに国家が自立できることはないんです。自衛隊が完全に自立して戦力発揮ができるという状態にならなければ日本の国は自立できないんです。
当然アメリカはですね現状を維持したいから日本が自分の国を自分で守るという体制を作ることは全力を持って妨害をします。アメリカの対日戦略の基本は絶対日本を軍事的に自立させないでおいて経済支配をするというものだと私は思います。そのためにアメリカはですね日本に自立するな独立するなとは言えないです、ね、一応日本も形の上では独立国家です。したがって自立させないための手を次から次と打つ。それは今言ったようにまずアメリカの戦闘機を使わせる、アメリカの護衛艦を使わせる、アメリカのミサイルシステムを使わせるということなんですね。そうすれば日本がどうしても言うことを聞かなければもうそうかと、じゃあ自衛隊止めるぞとアメリカは言うことができるわけですよ、ね、そんなこと口に出していることはないですよ。これは無言の圧力です。で日本は武器輸出ができないんですよ。買ってくるのは何でもいいということです。自分の国で作った武器を相手の国に使わせておけばですね、これ外交交渉上立場が非常に強くなるんですよね。でも日本はそれを自ら手放して、ね、その力を行使することです。兵器買ってくるのは何でもいいよ。でも売るのはダメだというわけですから、死の承認なんかやらないというわけですね。死の承認というのは悪いやつだと。だから武器輸出は悪いことだと。多くの日本国民が思っているかもしれませんけれども、武器を売らないということは本当にバカなことなんですよ。だから日本みたいに武器を買うだけで売ってはいけないと言ってる国ってまともな国ではないですよ、世界に。よその国は皆、もし買うんであれば同じだけ売って、あなたの国がサービスをやめればうちもやめますという格好で対等な関係を築こうとするわけです。そしてもっと積極的にですね、自分の国の武器をできるだけ売ろうとしているのが世界の主要な国なわけですよ。で売るときにはですね、また自分の国と同等の能力を持つものは絶対に売らないんです。今、戦闘機もミサイルシステムもですね、その能力を決める半分以上はソフトウェアで決まります。でソフトウェアというのは中身が見えませんから、これ作った国しか分からないんですね。F-15 という戦闘機を米空軍も航空自衛隊も使っています。しかし、航空自衛隊が使っている F-15 はアメリカの F-15 に比べればソフトウェアで能力が2ランク、3ランク下げられている。日米の F-15 が戦えば必ずアメリカが勝つようにしかできてないわけです。これは別にアメリカに限らず兵器輸出国の原則です。ロシアが中国に輸出するのも、ロシアは中国と戦って絶対に負けないようにしていたスホイの戦闘機なんかを輸出することはないということですよね。イギリスだってフランスだってみんな同じです。自分の国と同じ能力を持つものは外国には輸出しない。兵器輸出の原則です。当たり前ですよね。戦ったとき負けるかもしれないような格好で自分の国で作った武器を相手に売る、こんなことはしないんです。まあ、これを最初にやる国があるとすれば日本だと思いますけどね。ですから、そういうことでですね、この軍事力が今なおやっぱり世界を支えているというか、世界の秩序を支えているわけですよね。国際社会と子供の世界と同じなんですね。言うこと聞かないとぶん殴るぞと。で、腕力の強い国の意見というのが通るということなんですよね。残念ながらそうなんです。この日本の国内一つ取ればですね、国家は権力という絶対権力があって、その中でまあ法律が決められているからですね、大の男とかよわき女性が戦うことができるんです。もし暴力を振るえば、大の男が国家権力で徹底的に取り締まられるということですよね。だからできない。でも国際社会にはそういった絶対権力ってないんですよね。だから腕力の強い者の言うことが正義になってしまう。というのが残念ながら現実の国際社会なんですね。だこれを見なきゃいけないんですけどですね、日本はこの歴史認識の誤りがあってですね、なかなか国際社会の現実が見えないんです。戦後の特にこの左翼と言われる人たち、まあ、反日主義者ですよね、はこの何というか歪んだ眼鏡をかけてるからですね、国際社会がきちんと見えないんですよね。で私はこの連休間にですね、5月の2日に鴨川で憲法関連のミーティングがありました。で3日の憲法記念日にはですね、なんと朝日新聞が私を読んでですね、で1対3ですね、向こうは3には護憲派、そして私が改憲派という格好でのですね、ディスカッションがパネルディスカッションがあったんですけど、こういった人たちの話を聞いてると、本当にやっぱり歴史認識に曇りがあるなと思うんです。で、この歴史認識の問題は先ほど、
話がありましたようにですね、よその国では過去の問題なんですね。そういうことがあったねという、昔の問題なんです。しかし日本ではですね、これ現在進行形の問題なんです。中国や韓国からこの歴史論争を仕掛けられますからですね。で、この歴史認識に誤りがあって、自分の国を自分で守るという体制ができないんですよね。で、これ自民党の先生方の中でもですね、この歴史認識が国家政策に大きな影響を与えているということを認識してない先生がいっぱいいるんですよね。で、歴史認識に誤りがあって、日本は軍事的に強くなると必ず侵略戦争するというふうに考えている人が多いわけですよね。日本はやらなくてもいい戦争を戦前やったんではないかと。で、攻めていって結局はアメリカにやられて散々の目にあったんだ。だから軍事的に強くならない方がいいというやつですよね。しかし国際社会ではその軍事的に強いことが絶対に侵略を受けない要件ですね。今なおそうです。プロレスラーに飛びかかる馬がいないんですよ。プロレスラーが強いからですよ。喧嘩をする体制が整ってるからですよ。でもその辺の優男はすぐ喧嘩に巻き込まれますよ。ぶん殴ったって殴り倒せると殴る方が思うからですよね。だから強い方がですね、殴られない。強い方が侵略を受けない。でも、あんまり自衛隊は強くならない方がいい。で、自衛隊は 法律でがんじがらめにして、戦力発揮できるだけできないようにしておいた方がいいと。考える先生方が多いからですね、これなかなか自分の国を自分で守る体制ができません。で、自衛隊はですね、まずこの物理的な戦力としては敵地攻撃能力を持たないんですよね。で、攻撃された時どうするんだというと、アメリカに反撃してもらうということになっているわけです。これはアメリカが本当に反撃してくれるかどうかという検証も、検証というかですね、議論も十分には行われないんですけども、まあ、多分例えば日本と中国でですね、仮に戦争が始まったとした時にですね、アメリカが本当に日本を助けるか、これは多分私は助けないと思うんですよね。中国とぶつかってまで日本を助けることはアメリカはしないのではないかと私は思います。それはアメリカが中国とぶつかるとアメリカ自身が困るわけです。だから中国はもし尖閣で日本と中国が戦争が始まったというときにですね、アメリカがもし日本を助けると言ったら中国はそうかと、じゃあワシントンに一発核ミサイルをお見舞いしようかという核の恫喝に出る可能性がありますよね。またアメリカの国債を中国が全部売るという可能性もありますよね。だそういうときに中国とアメリカがですね、アメリカ国民の生活を犠牲にしたり、アメリカ国民を核の脅威にさらしたりしながらですね、日本の無人島を守るという決心ができるかということですよね。無理だと思います。日米安保はですね、日本が攻撃を受けたとき、自動的にアメリカが戦争に参加をして日本を守ってくれるということにはなっていないんです。守るも守らないもです。アメリカの自由意志に任されているということです。ですからアメリカの大統領が日本を守ると決心をして、アメリカ軍に行動を命じなければ、アメリカ軍は日本を守るために行動できないんです。で、大統領が決心をしてくれたとしても、大統領の決心の有効期間、これは2ヶ月しかありません。2ヶ月経つと、アメリカの議会が同意をしてくれなければ、アメリカ大統領といえども、アメリカ軍を行動させることはできません。しからば、アメリカの議会がいつでも日本を守ることを議決をしてくれるのか、もう絶対にそんなことない。可能性ゼロですね。アメリカの議会、反日の議員がいっぱいいるわけですから、無理だと思います。じゃあ日本はどうすればいいんだ。これは自民党が昭和30年に作られた時にですね、自分の国は自分で守る体制を作るということを綱領の中で書いたわけですよね。これその方向に向かって一歩ずつ努力すべきだと思うんですよね。でもこの歴史観の誤りがあってですね、自民党の大臣になるような先生でも、日本はあんまり軍事的に強くならない方がいいと、侵略戦争をやる可能性がある、戦前の過ちを再び繰り返してはいけないとか言うわけです。だから私は、いやいや先生、侵略戦争をやるとって、やらされるのは我々自衛官でしょ。でも我々自衛官も忙しいから、侵略戦争をやって暇ないと思いますよ、言ってました。来週の日曜日に私はゴルフに行くことになってるんですから、どうしてくれますかと言ってましたけど、まあ冗談で。だけどもそういう認識の議員が多いんですよね。だからなかなか治ってこなかったということだと思います。
で、この抑止力っていうか、敵視攻撃の能力を持たないということは何かというとですね、このボクシングでですね、トレーナーがミット持って、ボクシングの選手を殴らせてたんですよね。殴らせてたの。殴っても絶対反撃しないから安心して殴れますよね。これと同じ状態なんですね。で、これは自衛隊のこの、敵視攻撃能力に限らず、この慰安婦とか、この南京大虐殺とか、中国とか韓国が攻めてくる、これも全くこの状態だと思います。日本は反論しろということで、多少反論してますが、反論も弱いですけどですね。とにかく中国や韓国が殴ってくる。でも、ミット持って受けたい。反論というのはただミット持って受けてあげることだけだと思うんですね。だから私は、やっぱり、慰安婦なんか韓国が言ってきたらですね、なんかやっぱ攻撃手段を考えるべきだと思うんですね。じゃあ代わりにこの韓国がベトナム戦争でいっぱいベトナム人女性との間に残した外来漢の問題を言うとかですね、あるいは経済的に締め上げるとかですね、経済的にはですね、中国や韓国は日本がないと絶対経済が成り立たないですから、日本は中国や韓国が吹っ飛んでも経済はびくともしないですから、テレビで言ってることはちょっと違うかもしれませんけども、ね、で、中国や韓国は日本が吹っ飛べば同時に吹っ飛ぶんですよ。東日本大震災があって、岩手、宮城、福島なんかに部品工場とかがいっぱいあるんですよね。で、あれを早く爆破させてくれという要求が中国や韓国からいっぱい来たわけですよね。中国とか韓国はですね、ちょっと話飛んじゃいますけども、完成品を輸出して輸出で成り立っている経済なんですよね。で、GDP に占める輸出依存度が中国は大体 25% から 30% ぐらい、韓国は 50% ですよね。輸出がなければ絶対中国も韓国も国内経済に成り立たない。で、自動車とかテレビとか冷蔵庫とか最終消費財を輸出して成り立っているわけです。日本はですね、この輸出に成り立っている国みたいに一般に言われてますけれどもですね、GDP に占める輸出依存度というのは大体 10% なんですよ、ね、世界で3番目に低いんです。アメリカ、ブラジル、日本の順です。で、日本のしかも輸出はですね、中国とか韓国と競合するものって少ないんです。中国や韓国は完成品の輸出ですけれども、日本はこの完成品を作るためのですね、この中間の資本材の輸出の8割以上を占めてるんですよね。だから、計測機械、工作機械、工業用の原料の金属とか油とか、金型とかシリコンウェアとかですね、こういったものが日本の輸出の8割以上を占めてる。で、これ、圧倒的な強さなんです、日本がですね。だからこれが継続的に中国や韓国に輸出されて、中国や韓国の輸出貿易になりたい。だから私は韓国なんか慰安婦のことを言ったら、本当締め上げたらいいと思うんですよ、本当にですね。で、日本はこの問題を荒立てないと。で、戦いになると大変だからという、この戦争が怖いわけですよね。戦争が怖いと必ず負けます、外交交渉で。戦争になってもやるかといういわゆるこの覚悟がないとですね、外交やっぱり最終的にダメになっちゃいますよね。で、戦争になんかなることないわけですから、相手もどっかでやめたいわけですからですね。竹島なんかもですね、韓国に今実効支配されてしまいましたけれどもですね、私は自衛隊入った昭和46年にはですね、九州に福岡県にいたんですね。竹島上空を自衛隊の戦闘機が日常的に飛んでました。当時竹島を海上自衛隊の護衛艦も週に2回ぐらい行って、あそこ周回航行やってました。でもこれがある時期ですね、韓国と不測の事態が起きてはいけないから下がれという指示が出たんですね、自民党から。その結果が韓国の実効支配なんですよ。当時李承晩のラインで一応韓国のものにだと韓国が主張して漁船の打破とかやってましたけども、それでも自衛隊は普通に行動してました。助けてはいけないから自衛隊はなかなか行動はできなかったんですけども、でも自衛隊がまま続けてればですね、まさか自衛隊の戦闘機が毎日飛んでる下でですね、あそこに韓国が施設を作るとかいうことは多分できなかったんではないかと私は思うんですよね。不測の事態を避けるために下がれと言われたことが結局実効支配を許すということですね。尖閣もそうです。大臣とか総理とかテレビでですね、不測の事態を起こしてはいけないと言われますよね。でも不測の事態って何ですか。あそこで銃撃戦が起きることを不測の事態と言ってるんだと思いますよね。でも私はそんなことが起きてもしょうがないと思うんです。国を守るためにはですね。不測の事態はあそこを守る海上保安官とか
自衛官にとってはですね、命に関わる大変な事態です。だけれども、それをやらなければ国を守れないということだと思います。じゃあ、不測の事態を避けると言ったらどうするかと3あるわけです。竹島の時と同じように。じゃあ、尖閣は取られてしまうということになりますよね。で、日本ではですね、この、シナ事変が起きたのは関東軍に引っ張られてシナ事変になったと。この言われますね。嘘なんですね、歴史的には。戦争ってですね、末端に引っ張られてずるずる戦争になることがないんです。中央政府が戦争をやると決めなければ絶対に戦争にはなりません。人も物もお金も続かないわけですから。末端で不測の事態とか銃撃戦があったにしても、それいずれ収まってしまう。でも、その末端で銃撃戦が起きることさえもダメだと言うと、尖閣は取られてしまうということですよね。だから、不測の事態なんか起きたってしょうがないんです、そんなことは。でもそれが戦争になることがないわけですよね。世界の国はですね、日本以外はみんな平時から国際法に基づいて領土、領海、領空の警備をしています。で、よその国の領海に入って言うこと聞かないとかいう船があります。それは銃撃して沈められます。国際法上合法なんです、これは。だから、半年前に太平洋にパラオという国がありますね。パラオの軍がですね、中国の漁船がパラオの領海に入って出ていかない、銃撃して沈めたの。中国人の漁師が一人死にました。で、パラオと中国が戦争することになったのか、全くそんなことはないですよね。パラオというのは人口2万人の国ですよ。パラオの軍はアメリカ軍の指揮下にあるわけですけども、兵隊はパラオの人たちですよね。だから、その人口2万人の国だって自分の国を守るために国際法に基づいて行動できるんですけども、自衛隊は先ほど敵視攻撃能力を持たないと言いましたけれども、法的にはですね、世界で唯一自衛隊が国際法で動けない軍隊なんです。この日本政府が自衛隊の手足を縛っているわけです。自衛隊がよその国と同じように動くと戦争になるんだそうです。だから、その誤った考えが結局はですね、国を守れないということにつながっていくと私は思います。海上保安庁なんかもですから、銃撃できないから、中国の漁船に対してですね、放水で対応します。過激放水ですよね。私はあんな過激な放水なんかやめてですね、穏やかに銃撃して沈めたらいいと思います。そんなことはやっぱり戦争になるじゃないですか。なりません、絶対に。中国という国はもともと人権無視の国ですから、漁師が50人や100人ぐらい殺されたって、そんなのもうけっちゃうんですよ、全然。騒ぐ国じゃないんです。それがですね、船長一人帰ってて騒ぐのはですね、これ政治的な目的があるからなんですよね。ですから、そういったこの情報戦でもやられるということです。戦後はこの情報戦の時代になりました。で、情報戦っていうのはですね、大体世界の軍が4つの区分で考えてます。一つは情報収集、相手の国の情報を取るというかですね。次にこちらの情報を取られない、傍聴ですね。情報収集、傍聴。で、3番目にはですね、今度自分の国の意見ができるだけ国際社会で通りやすくなるようにですね、自分の国にとって有利な情報を嘘でも捏造でもいいから発信宣伝をすることなんです。発信宣伝。そして4つ目が積極工作攻略の体制ということです。これは要すれば外国の大統領や総理大臣を暗殺することまで含みます。大体世界の軍がですね、大体共通に情報戦というのは情報収集、傍聴、発信宣伝、積極工作攻略という大体4つの区分で考えていますね。で、中国が尖閣に船を入れていく、これは挑発に乗ってはいけないと日本では言えますよね。挑発に乗ってはいけないという時点でね、もう情報戦で負けてるんです。中国は日本を挑発をして戦争しようとしているわけではないんです。あれは謀略でですね、日本政府や日本国民がおい、そろそろ戦争があったら大変だから、尖閣ぐらい中国にくれてやったらどうかという、この雰囲気を作るための情報戦をやってるだけなんです。中国は日本と戦争をやる気はありません。戦争をしたら中国経済が大ダメージを受けますね。それ以前にですね、まず中国軍は自衛隊をやっつけることができません。日本政府が自衛隊を使うと、自衛隊を使っても中国軍を排除するという決断さえすればですね、中国は日本に勝てないんです。皆さんはテレビとか新聞でですね、中国の軍事力というのは強大で、その中国が侵略を始めたら自衛隊なんか立ちどころにやられてしまうと思っている人が多いかもしれませんけど、全くそんなことはありませんから。
中国の軍事力は過大評価しているのはですね、まず一つはアメリカですね。アメリカが今年間5兆円率、10年間にわたって約50兆円の軍事予算を削られようとしています。これ法律で決まってますからですね。この何か脅威がないとどんどん削られるわけですよね。アメリカが今中国を使っているわけですね。中国の脅威を過度に煽っているところがありますね。で、自衛隊もその事実は知ってます。自衛隊も中国海軍、中国軍、田舎海軍、田舎軍だと思ってます。だけども相手自衛隊も積極的には否定しないんですね。否定すると、うん、そうかと、自衛隊の予算も少し減らすかと言われるからですだから防衛白書には例えばですね、中国の船の数書いて艦艇数、あるいは艦艇数でいうと日本の8倍あるんです。8倍もありますよ。いや大変だと、中国は日本の8倍もあると思いますよね。同じ表に総トン数というのはまた載っています。防衛省、自衛隊のちょっと心が痛むから総トン数というのを載せてるんですけどね。総トン数で3倍なんですよ。数で8倍で総トン数で3倍ということは、中国の船というのはちっちゃい船が多いということが分かりますよね。尖閣まで出てきて外洋作戦で作戦に使える艦艇というのはそんなに自衛隊と変わらないんですよ。あんまり詳しく言うとですね、これ秘密漏洩の時に捕まるべきではないと言えませんけども、まあそういうことだと、思うことだと、対策があります。潜水艦もですね、中国の潜水艦、数で海上自衛隊4倍ありますね。いや、4倍、すごいなと思っちゃうわけですよね。だけども、潜水艦がどのぐらい動いてるかというのもまた、音門で海上自衛隊は毎日毎日追っかけてですね、自衛隊が毎日何やってるかって言ったら、中国の今、陸海空軍の配置はどうなってるのか、部隊はどこにどう置いてるのか、今日はどんな訓練をしてるのか、何が行われてるのかというのを毎日毎日情報収集してる、これが自衛隊ですよね。と、潜水艦はですね、何型の、例えば3番艦はどういう音がするとか、音門で、ね、同じ型の潜水艦でも、1番艦、2番艦、3番艦、みんな、これ、音が違うんです。音門が違う、指紋が違うようにです。これで、どの潜水艦がどこにいて何をやってるかということを毎日毎日追っかけているわけですよね。そう、まあ、動いてない潜水艦も相当あるんです。何隻動いてないか私は知ってますけども、ちょっと言うことできませんけど、大したことないですよ。と、また音が大きいです、向こうは。潜水艦というのはね、やっぱり音が命ですよ。音が小さくてですね、相手に、自分の位置を知られる前に相手をやっつけることが潜水艦の命なんです。例えば水上艦艇と潜水艦が、お互いに相手の位置が分かって戦闘開始になったら、必ず潜水艦は負けます。動きが鈍い分だけ負けるんです。だから、相手に位置を悟られる前にやっつけることが命ですね。でも中国の潜水艦は、ドラム叩きながら、動き回ってるのなんですよ。だから、日本政府がですね、中国の潜水艦沈めろと言えば、尖閣の前に潜水艦沈めて待ちますよ、ね。じゃあ向こうからドラム叩きながら来るわけです。孤独前にみんな沈みますよ。心配ありません。だから中国としてはですね、日本政府に自衛隊を使って中国軍を撃退するという決断をされるのが一番困るんです。だから中国は、あるいは情報戦でですね、この日本政府に自衛隊を使うという決断をさせることなく尖閣をかすめ取ろうとしている。それが中国の情報戦なのにですね、中国が今日本を挑発して戦争しようとしてるから、その挑発に乗らないようにとか言う人がいますけど、もうこの時点でも情報戦で負けてるということなんですよね。片っ端から沈めたらさ、あれも。日本がそれをやると分かればね、もう来ないですから、本当に来ないですよ。中国は絶対に日本と戦争できません。経済が成り立たないし、また軍事的に勝てないからです。あと10年は絶対大丈夫ですから、ね、私は5年半前まで航空幕僚長でしたから、四半期に一度ぐらいはですね、中国軍、あるいはロシア軍、一体どういう能力を持って、どういう戦闘機を持って、どういう潜水艦を持って、どういう護衛艦を持って、何ができるかというブリーフィングを受けますね。私が自衛隊に在職中、中国が日本を侵略する能力が尖閣を軍事的に取れると、いうブリーフィングが一回もありませんでした。じゃああれから5年半ぐらい経ちましたけども、今中国がその能力を持つに至ったと、絶対にそんなことはありません。軍事的な能力というのはですね、10年ぐらいを単位として見ないと絶対に動かないですね。最低で10年ですよ。
国際情勢ってすぐ変わるんです。国際情勢っていうのは大統領と総理大臣が握手すると、昨日まで敵だったのが今日から同盟国内、これ国際情勢ですよね。でも軍事情勢というのは軍事力の実態ですから、そんなに簡単には動かないです。だからまあ中国が日本を侵略する能力を持つのにはですね、あと10年ぐらいは絶対かかります。安心しとって大丈夫です。この間に日本も自衛隊の戦力を強化をしてですね、備えればいいというふうに思います。まあ10年で中国潰れるかもしれないからですね、絶対私は大丈夫だというふうに思ってます。遼寧というですね、ロシアから空母を買いましたよね。今のところ積む戦闘機一機もありませんから、まあ、あと10年くらいは戦闘機積むのに時間がかかると私は思いますね。だからこの間日本も頑張ればいいというふうに思います。あくまでも情報戦ですから。で、一つだけ取ればですね、中国は最新鋭のこの潜水艦を持ったとか、最新鋭のこの護衛艦を持ったとかですね、で、空母を持った戦闘機も今最新鋭の、1020という戦闘機ありますね、ステルス戦闘機。あれ、私は情報戦だと思ってますね、多分。アメリカは日本に F-35 を買わせるための情報戦だったのではないかと私は思ってるんですね。ロシアのコピーしか作ったことのない中国が突然、アメリカと同時にですね、なんでステルス戦闘機ができるんですか。で、ステルス戦闘機ができたと言って飛んだ後ね、スホイの35をアメリカから、ロシアから40機買うという中国契約をしましたね。自分のところでステルス戦闘機作れるんだったら、なんでスホイの35をロシアから30機も買うんだって。だから、国際情勢というのはそんなもんですからですね、流れている情報というのは本当、特に軍事に関してはですね、半分以上嘘だと私は思ってます。思ってるし、まあ、私が知ってるのと比べるとですね、で、まあ、私は間違いから、まあ、いろんな人から情報収集するんですけども、決して自衛隊の後輩からは情報収集はですね、私はしてないとは言いませんけどもね。軍事情報の真実はですね、これ自衛隊以外は知らないんですよね。他のそんな軍事評論家とかテレビ出てきようなんて全く情報なしに、新聞だとか本に書いてあるので言ってるだけですからですね、自衛隊はもう真実の情報では出しませんから、そんなに簡単には分からないと思います。私にこそって聞いてください。で、国際社会はですね、本当子供の世界と一緒ですから、軍事力を強化をしてきちんと自分の国を守る体制を作らないと本当にダメなんですよ、ね、できちんと日本がいざとなったら軍事力を使ってでも国を守るという体制ができていればですね、そんな国に手を出さないんです。先ほど言ったそのプロレスラーと一緒でですね、強いプロレスラーに飛びかかるバカはいないんですよ。弱いからやられるんですよ。日本は戦争できないだろうと思うから中国にいろいろ今やられるわけですよね。だからこれ民主党政権がもし続いてたらですね、今の尖閣なんかも危なかったですよ、本当にですね。まあ、民主党という政党はもうこれから選挙やるぞと多分社民党と同じくなると思いますけどもですね、民主党所属の人がいたらもう抜け出た方がいいと思いますけどね。まああれはまあ暴走とかに支えられてる政党だから、まあ声だめみたいなもんですよね。まあ民主党にもですね、民主党にもまあ立派な議員はいるんですけども、いるにはいますけどですね、まあ声だめに落ちればどんな立派な議員もクソだらけになると思います。これ、私が最初に言ったのは何ですか。世論の会の皆さんが最初に言ったんです。私は、その人の紹介してたんですなかなかこういう品のないことは私は言いにくいんですね。そう、人の意見を紹介してきました。で、この歴史的に見ればですね、日本というのはこの長い歴史の中でですね、本当にこの国家の最適化が図られてきてると思うんですよね。だから上下の格差も少ないしですね、みんなが安心して住める社会が作られていたんですね。それが戦後どんどん壊されたし、でこの20年ぐらいはですね、この社会システムがどんどん法律が変えられて壊されてきたんですよね。例えば戦後アメリカはですね、日本が二度と再びアメリカに立ち向かってくることのないようにという徹底的な日本弱体化を図ったんですよね。それでも情報戦でこの戦前の日本ではろくな国ではなかったと、アメリカとの戦争に負けて、そして民主主義を与えられて言論の自由に生まれていい国になったとか教えられてきましたよね。みんな嘘ですよ、これ。
認識という目で日本とアメリカ、戦前の日本と戦前のアメリカを見たときに、アメリカの方が日本より進んでいたというようなことは絶対言えませんね。戦後の戦前ですから。アメリカはちなみに黒人には選挙権がなかったですよね、戦前。それだったのはいつですか。東京オリンピック、1964年の最初の東京オリンピックが終わってからですよ。東京オリンピックの 100m 競争で優勝したあのアメリカの黒人選手には当時選挙権はなかったんですよ。だそんな国から民主主義を教えてもらったということはないです。アメリカはですね、この例えば家族相続制度が壊されましたね。家族相続制度というのは、この親の財産は、まあ、昔だと長男が全部受け取ると、次男や三男にはあげない、次男や三男は自分で道を切り開けということですよね。家が必ず残るわけですよね。で、次男や三男は、まあ、あの都会に出て仕事で失敗しても帰る家が必ず。これが日本人の強さの秘訣になってたんです、一つは。いつでも帰る家が。今は出たらですね、長男がどっか行っちゃってるかもしれない。はい、家がない。だから、もうバカな上司がいてね、もう本当つまらん指示だなと思っても、まあ、しょうがないなと生きるためにはということで、言うこと聞かなきゃいけないみたいなのがあるわけですよね。家族相続制度を壊されたら本当に大きいと思います。また大家族制度を壊されたんですよね。昔はじいちゃん、ばあちゃんが一緒に住んでる大家族制が普通だったですよね。これ、都会だとそれが普通だったね、昔は。そう、これを壊すためにアメリカは 2DK の住宅をいっぱい作らせた。と家が狭いからですね、このじいちゃんばあちゃん一緒に住めない。で、この家族化になるわけですよね。こうなるからですね、子供が親が子供を虐待するとか、子供が親を殺すとかいう事件が起きるわけですよね。じいちゃんばあちゃんが一緒にいたら子供の虐待とかですね、この子供が親を殺すとか、そんなこと起きるわけがないですよ。でもこういうのもですね、やっぱり壊された結果だと思います。年金制度ですね。年金の問題も昔の大家族制度があればですね、私は起きなかったと思うんですね。今この年金で、まあ、年を取って一人生活しなきゃいけないということで、東京でもですね、今私が都知事選に出たらですね、一人暮らしのおじいちゃんおばあちゃんが60数万人いるんですよね。これあと十数年で100万人に達するだろうと言われてます。1割以上が一人暮らしになっちゃう。で、亡くなってもですね、気がつかないの、周りに。なんか2週間前に死んでたらしいぞとかいうことになるわけですよね。これでは人に優しい街とは言えないと思うんですよね。だからこういったことを避けるためにも、なんかその地域共同体を復活させなければいけないのではないかと思うんですよね。だから地下直下型地震が来るとかいうから、災害救助の訓練とかはですね、まあ、町内会でやるとか、いろんなことを繰り返せば、だんだん顔見知りになって、まあ、つながっていくんではないかと。で、そういうことを義務づけるか、そういうことをやれば、なんか、利益が上がるとか、税金を安くするとかですね。あなたは、まあ、1回参加すれば 1% 税金安くします。今年4回参加しましたら 4% 安くしますからね。で、それ、毎年それをやっていくとかですね、なんか、そういうことでですね、地域共同体を、もう一回作り上げる努力を日本もしなければいけないんではないかと思うんですよね。じゃないと、こう戦後壊されたままで、このいろんなこの問題をはらんだまま、日本が行くと思うんですね。で、今、女性の社会進出っていうと、これ誰も反対できないんですよね。で、安倍総理も管理職の 30% を女性にするとか言ってます。これ、もともと何で始まったかっていうとですね、これ、ベトナム戦争終わったところから、ウーマンリブっていうのが始まりましたよね。あのスタートはですね、あれ、ロックフェラーとかロスチャイルドが、もっと税金を集める方法はないかと。女も働かせると、税金倍取れるというところがスタートなんですよね。で、女性が働けば、家庭教育が絶対におろそかになる。家庭教育がおろそかになって、公の教育に頼ることが、頼る度合いが大きくなる。そうすれば、公の教育というのはコントロールしやすいから、洗脳教育がやりやすくなる。という、この2つの狙いを持って始まったのが、このウーマンリブで。それが女性の、この日本でいう男女共同参画とか男女雇用機会均等法とかですね、そして今女性の社会進出ということになっているわけです。で、今日本は女性がみんな働く社会を目指しているみたいなんですよね。結局待機児童をゼロにするために保育園とか託児所を必要性を作れということですけどです、ね、私はこういろんな女性の話を聞くと、女性の大半はですね、結局家計を助けるために働いている人が多いわけですよね。働かなくて済めば
働かない、働きたくないという女性が結構多いわけですよね。と私はそういうふうに受け取ってます。いろんな人と話をして。だから女性が働かなくても食える社会を日本は目指すべきではないのかと私は思うんですよね。 男性に向こうを張って働きたいとか言ってる女性、大体この男性に愛されたことのない女性です。男性に愛されてる女性はね、男を敵とは見ないですよね。だから私はそういった少数の女性の意見に従ってですね、社会が動かされていくのもおかしいんじゃないかなと思うんですよね。でそれもこれもですね、結局日本人が 日本の歴史にこの自信を失ってしまったことが私は大きいと思います。日本というのは本当に素晴らしい国でですね、決して日本はその好戦的で侵略的だったから日米戦争が始まったわけではないんですよね。日本が真珠湾攻撃をしたから日米戦争になったと言いますよね。だけどじゃあなぜ真珠湾攻撃をやることになったのか、この前段が無視されてるわけですよね。中心村でですね、 12月16日のキラー邸の討ち入りから始まったら中心村にならないですから。電柱松の廊下の事件があって初めて中心村に。だからアメリカが真珠湾攻撃をやったから日米戦争になったというのも、これね、結局歴史の捏造だと私は思います。東京裁判でもですね、まず南京大虐殺、これ証明できなかったんですよ。 今よりずっとその事件が起きたと言われる時近い時に東京裁判で証明しようと思っても証明できない。見た人一人もいないの、南京大虐殺ね。そういう話を聞いたことがあるという伝聞証明だけなんですよ。だそれを今この50年も60年も経ってからね、またこの南京大虐殺と言ってるわけですよね。慰安婦っていうのは元本当売春婦ですよね。売春婦っていうのは人類最初の障害なわけですから。だからこれは 高いお金を稼いでたわけですよ。当時の陸軍大将なんかよりも売春の方がずっとより稼いでたわけですからですね。だからそれをこの強制連行したとか、日本が強制連行なんかしたことないですよね。一回も。日本が初めて強制連行したのは東日本大震災です。福島で避難して避難しなくていい人の神奈川とか強制連行で避難した。<笑> この歴史について、やっぱり国民に自信と誇りを持たせなきゃいけませんよね。どこの国でもですね、自分の国はいい国だったと教えてるんですよ。中国だって、韓国だって自分の国いい国だって。<笑>なんで日本が韓国とか中国に比べて悪い国なんですかと。本当ですかね。ですから、慰安婦の問題なんかもですね、このミッドで受けてあげるだけではなくて、攻撃をしなきゃダメですね。中国なんかもチベットとかモンゴルとかですね、ウイグルとかのですね、 今何やってんだというと、日本が、ガンガン攻撃したんで、世界に英語で発信したいと思いますよね。それで、やられれば向こうも痛いわけですから、あ、痛いかと。じゃあ、一応攻撃するのもやめろと、攻撃やめてやるから、いうことじゃないと収まらないですよ。ただ、反応するだけでは、ミッドで受けてあげるだけで、向こうは痛くも痒くない。だから、反応して、やっぱ攻撃しなきゃダメだと思うんですね。で、この世界で、この2600 年以上もですね、この同じ民族が同じ場所で歴史を紡いできてる国ってないわけですよね。日本だけです、こういう立派な国は。だから、この素晴らしいこの歴史と伝統を持ってるわけですから、なぜその日本人がこんなに自信がなくなってしまったのか。やっぱり戦後、この日教組に牛耳られてですね、日本が悪い国だと教えてきたからなんですね。憲法に全文に諸国民の公正と信玄に信頼をして、我らの 安全と制度を保持することに決意したと書いてあるわけです。これ平たく言うと日本が悪い国だということなんですよね。憲法に日本が悪い国だと書いてあるから、真面目な日教組の学校で子供たちに憲法に忠実に日本は悪い国だと教えるわけです。これではね、僕らに本人ができ上がらないですよ。出来上がった欠陥性品の発明の影響とか考えることはない。だから憲法改正しなければいけないし、 私は今回憲法の人事が出たらですね、その集団的自衛権は議論になってますけども、集団的自衛権を認めると世界中のアメリカの戦争に引っ張られるというわけですよね。まあその時、その協力するかどうかは日本政府の判断ですけども、残念ながら今はアメリカが協力しろという、協力せざるを得ない状況なんですよね。
アメリカはいかなる自腹でも日本にできるわけですから。だからこそ自分の国を自分で守る体制を作らなきゃいけないわけです。だからこそ憲法改正が必要なんですけどもね。彼らは集団的自衛権さえ認めなければアメリカの戦争に引き継ぎ込まれることはないと考えるわけです。そうするとアメリカはその戦争に引き継ぎ込まれることはない代わりにですね、尖閣が中国によって侵されるかもしれないわけですよね。だから私は自衛隊がインド洋とかイラクに行ってアメリカに協力をすることはですね、結局尖閣においてですね、中国の侵略を、抑止していることだと思うんですよね。残念ながら全然言えそうなんですね。で、彼らはその何ていうか護憲派という人たちはその日本は信頼してないんですよね。その日本は必ずまた悪いことをすると。で、軍事的に自衛隊が他の国と同じように自衛隊が動けるようになると必ず戦争になるんだと考えるわけですよね。で、軍人というのは戦争したがる、玉川さんは戦争したいんじゃないですかと。何を言ってんだと。戦争なんかしたい人いるもんですかと。まず軍人は自分が死ぬかもしれない、自分の部下が死ぬかもしれない、そんなことやりたい人なんかいませんよ。誰も歴史的に見たらですね、戦争をやれたのはみんな軍民ですよ。日本でも白紙編で南京がですね、陥落した後、これで戦争をやめてくれと、近衛文麿総理大臣に哀願したのは陸軍参謀総長と海軍軍令部長ですよ。もうここでやめてくれと、とても北からロシアが来るのに、ね、中国の泥沼にはまるべきでないと言ったけれども、このコミンテルンから裏で動かされた近衛文麿はですね、いや、ここでやめたらシナに馬鹿にされるとか言ってシナ事件に入っていくわけですよね。アメリカでイラク戦争を始めたのはブッシュ大統領とチェイニー副大統領ですよ。最後まで反対したのは統合参謀本部議長上がりのパウエル国務長官ですよね。歴史的な事実を追っかけていくとですね、軍人というのは本当に戦争に慎重なんです。やりたがらない、当たり前ですよ。自分が死ぬかもしれない、そんなことやらないで済むんだったらやらないに越したことはないんですよ。でも日本は違う、軍人は暴走すると教えるわけです。だから暴走すると日本では活断層が暴走するって話がありますね。活断層が暴走するって、ね、これ1万人以上も動いたことない、バカに、バカに言っちゃいけないと私は言うんですよね。暴走する可能性があるのは原子力規制委員会の方だと思うんですよ。日本の基準って本当おかしいんですよ。左翼に牛耳られて、ね、福島で汚染水がよく出るでしょ。あの汚染水ね、日本の飲料水の放射能汚染基準で1リットル当たり10ベクレルなんですよ。アメリカは1200ベクレル、ヨーロッパは1000ベクレルですよ。日本は100倍以上も厳しいんですよ。科学的根拠なしに。で、決めたのは小宮山陽子という厚生労働大臣だそうです。厚生労働省の役人から聞いたら、そんな基準にしたらね、困りますよと言ったけども、彼女は、いや、世界に誇れる厳しい基準にしましょうということで決まったんだそうですから。で、福島で漏れる汚染水がほとんどの場合は100ベクレルとか200ベクレルぐらいですからね。ヨーロッパやアメリカでは汚染水にならないんです。で、汚染水で普通にコーヒー飲んでますよ、ヨーロッパだとアメリカで。こういうのも本当おかしいんですよね。農作物で放射能障害を受けた人が誰もいないんですよ。日本ではその農作物 1kg あたり2000ベクレルというこの放射能の基準があるんですよね。で、畑に行って測ったら、ほうれん草の放射能が4万5000ベクレルだ。2000に対して4万5000、これは大変だということになりますよね。でも、払って土を流すと10分の1になるそうです。4500。食べるとき10分の1になるんです、また。1キロで2000ですからですね。ほうれん草1キロも食べるのは5倍だ。それだけは100グラム以下ですよ。だから、これまでですね、福島 の農作物を食べて放射能障害を受けた人は一人もいないんですよ。福島原発 の事故があっても放射能障害を受けた人は一人もいない。放射能で死んだ人も一人もいない。強制避難で死んでるんですよ。強制避難でむちゃくちゃですよ、あれ。もう相当時間なんですけど、ICR という国際放射線防護委員会でもあるイギリスに本部がある NPO ですけども、これがですね、年間20ミリから100ベクレルの放射能を受ける地域に住む人たちはこの避難させた方がいいですよという記事があるんですよね。それでカンナウトは一番厳しい20を取って避難させた。 ICR という組織自体はですね、これ以上核武装国を増やさないようにしようという意図を秘めた組織ですよ。で、そ
その ICR 分でさえ20から100と言ってることは100までは避難しなくてもいいという基準ですね。一番厳しい20なことでわざわざ避難させて生活をめちゃくちゃにすることないんですよね。真ん中の60を取っただけでも福島県民は一人も避難しなくていいんです。今の問題なんか何も起きてないです。本当にだから本当にあの甘納とかですね、作り出した人災なんですよ。あれはとんでもないことだと思います。 昔だったら本当市中引き回しの上に5分も引いてそれもこれもですね、やっぱり日本人が立派っていうのは立派な国だったんだと、きちんと判断をして、でみんなでいい国を作り上げてきたというやっぱり自信を失ってしまったことが大きいんですよね。まあその延長上で、まあ、民主党に政権を渡すことになってしまったんだと思いますけど、 まあ自民党をもっとしっかりしなきゃいけないなと思うんですけども、これから自民党が公明党と一緒ではですね、日本を取り戻すことは安倍さんからは私は無理だと思うんですけど、自分の分離を図らなきゃいけない。そのためには自民党の右側にしっかりとした柱を立てて、そして自民党をもっとしっかりやれというふうに野党は、できなければダメだと思うんですよね。 維新の会はその役割を果たしてくれるかもしれないんですけども、まあ東西分裂の兆候はありますので、どうでも分かりませんけど、なんとかその自民党の右側に柱を立てて、自民党政権が政策をやりやすくするための再票選的な役割を果たす健全野党ができなければいけないんではないかなというふうに思っています。 日本に経済的に首の肉を抑えられているようなもんですから、本当に締め上げたら私はいいと思うんですよね。ちょっと時間になってしまいましたので、何言いたかったのかもよくわからない。日本というのは本当素晴らしい歴史と伝統を持った国でですね、本当この日本をですね、子供とか孫の世代に伝えていかなければならない。この歴史認識の戦いはとにかくどっかで今ずっと穏やかな対応してきた大人の対応、冷静な対応をしてきたけども、どっかで子供の対応をしてですね、収めなければいけないんではないかというふうに私は思います。どうもありがとうございました。